卓球世界選手権混合ダブルス、張本・早田ペアは銀メダル。2021年11月29日、アメリカで開かれている卓球の世界選手権は、混合ダブルスの決勝が行われ、張本智和選手と早田ひな選手のペアは、中国のペアにストレート負けを喫し、銀メダルでした。 アメリカのヒューストンで開かれている卓球の世界選手権は28日、混合ダブルスの決勝が行われ、18歳の張本選手と21歳の早田選手のペアは、共に21歳の中国王ソキ金選手と孫エ佐サ選手のペアと対戦しました。張本選手と早田選手のペアは、 1> 第1ゲーム、相手の独特の回転をかけるレシーブ、チキータに苦しみ、さらにミスも重ねるなどして、2対11で落としました。続く第2ゲームも5対11で落とし、後がなくなった第3ゲームでは、張本選手のバックハンドで、得点を重ねるなどして、接戦に持ち込みましたが、巻き返すことはできず、 8対11で落としました。張本選手と早田選手のペアはゲームカウント0対3のストレートで敗れて銀メダルでした。この種目での日本ペアのメダル獲得は4大会連続です。張本、あと一歩が足りなかった。銀メダルとなった張本智和選手はなんとか決勝まで来られたが、 あと一歩が足りなかったと悔しさをにじませながら話しました。早田銀メダルだったが満足のいく結果。また、早田ひな選手は決勝の舞台で張本選手とともに中国選手のペアと対戦することができて本当に幸せでした。 銀メダルでしたが満足のいく結果だったと思いますと振り返りました。張本・早田ペアとは、張本智和選手は仙台市出身の18歳、中国出身で卓球選手だった両親の元2歳から卓球を始め、ボールが上がりきる前に瞬時に打ち返す高速バックハンドが持ち味です。 東京オリンピックの男子団体ではエースとして日本の銅メダル獲得に貢献しました。早田ひな選手は北九州市出身の21歳。姉の影響で4歳から卓球を始め、身長1メートル67センチの長身を生かした威力のあるフォアハンドが持ち味です。 東京オリンピックでは、同い年の伊藤美誠選手と平野美宇選手が代表に選ばれる中リザーブ選手として帯同し、日本代表の練習相手を務めました。張本選手と早田選手が混合ダブルスのペアを組んで出場したおととしの国際大会では、準々決勝で、 東京オリンピックで金メダルを獲得した水谷純選手と伊藤美誠選手のペアに勝ち、決勝でも中国のペアを破って優勝を果たしました。今回の世界選手権はこの大会以来2年ぶりにペアを組んで出場しました。大会前、張本選手は昔の経験も思い出しながら練習できているので、 二人で攻撃するプレーができればと思うと話し、早田選手も自分のパワードライブと張本選手の高速卓球をどう活かすかをすごく練習してきたと話していて、息の合ったプレーで銀メダルを獲得しました。卓球世界選手権女子ダブルスと混合ダブルス日本勢が決勝進出。 2021年11月29日9時15分、アメリカで開かれている卓球の世界選手権で、女子ダブルスの伊藤美誠選手と早田ひな選手のペア、混合ダブルスの張本智和選手と早田選手のペアが、共に準決勝をフルゲームで制して、決勝進出を決めました。 女子ダブルス、伊藤・早田ペアが決勝進出。アメリカのヒューストンで開かれている卓球の世界選手権は28日、男女ダブルスと混合ダブルスの準決勝が行われました。このうち女子ダブルスでは2019年の前回大会銀メダルで同じ21歳の伊藤選手と 早田選手のペアが中国のペアと対戦しました。伊藤選手と早田選手は先に2ゲームを取られて後がなくなった第4ゲームの6対6から伊藤選手が持ち味のサーブやレシーブでポイントするなどして5連続ポイントを奪ってこのゲームを11対6で取りました。 最終の第5ゲームは、早田選手の力強いフォアハンドや、伊藤選手の速い打点で打ち返す、強烈なレシーブなど、互いの持ち味を発揮して、11対7で取り、伊藤選手と早田選手のペアは、ゲームカウント3対2で勝ち、2大会連続の決勝進出を決めました。日本選手同士のペアとしては、 この種目54年ぶりの金メダルを目指して前回大会で敗れた中国の王育選手と孫栄エ選手のペアと対戦します。育は日の下に立て混合ダブルス、張本・早田ペアが決勝進出。また混合ダブルスの準決勝は張本智和選手と 早田選手のペアが中国の男子選手とアメリカの女子選手のペアと対戦しました。相手のペアは1971年に日本で行われた世界選手権で中国とアメリカの選手が交流を深めたことをきっかけに米中両国が関係改善を進め、その後の国交正常化につながった。 ピンポン外交から今年で50年となるのに合わせて、今大会特別に結成されました。張本選手と早田選手のペアは、第1ゲーム8対8から張本選手の強烈なバックハンドなどでポイントして、11対9で取り、続く第2ゲームは11対1の大差で奪いました。 しかし、第3ゲームと第4ゲームは相手のペアに練習され、最終の第5ゲームにもつれました。このゲームはラリーの中で、早田選手が力強いフォアハンドを相手が返しづらいコースに打つなどして、序盤からポイントを重ね、11対2で取りました。張本選手と早田選手のペアも、 ゲームカウント3対2で競り勝って決勝に進みました。この種目で日本のペアが決勝に進むのは4大会連続で日本時間の29日午後1時から行われる決勝では中国のペアと対戦します。一方、男子ダブルスの準決勝では宇田幸也選手と遠江俊ク選手のペアが 韓国のペアにゲームカウント1対3で敗れ、銅メダルが決まりました。日本選手の談話、女子ダブルスで2大会連続の決勝進出を決めた伊藤美馬選手は、しっかりと中国ペアを倒して、決勝まで来ることができて、とても嬉しい。 決勝の相手も中国ペアということで自分らしく最後まで楽しんで思い切って試合がしたい。明日の決勝の舞台でも早田選手と一緒に中国ペアに勝ちますと力強く話していました。早田ひな選手は対戦したことがないペアだったが自分たちの良さをしっかりと生かせてそれが結果につながった。 前回大会の悔しさは、ここでしっかりと返したい。日本では時差がある中で、たくさんの方々が応援してくださっているので、決勝もしっかりと自分たちらしく楽しんで頑張りたいと意気込んでいました。早田選手は混合ダブルスでも決勝進出を決めていて、 準決勝はサーブとレシーブの入り方やラリーになった時にどこを攻めるのかをしっかりと話し合った結果、勝つことができてよかった。決勝でも思い切って試合を楽しみたいと話していました。混合ダブルスでペアを組んでいる張本智和選手は準決勝の相手も調子が良くて強いペアだったので、 とにかく攻めていこうという気持ちで試合に入った。3大会目の個人戦の世界選手権で初めてメダルを取ることができてとても嬉しいし、ここまで来た以上金メダルを狙って決勝も勝ちたいと話していました。